天馬公園の芝生園形に見えるのは、ビクトリアハーバーとチムシアツィの街並み2014年の大学授業ボイコット運動時の天馬公園。天馬公園は、地上力をデザインコンセプトとする今週の都市公園。約1万7千平方メートルに及ぶ敷地は、天馬のパブリックスペースの80%を占めており、その管理は、香港政府の交楽及び、文化事務所によって行われている。 公園の周囲には夏道、立法街道、天日道、天下道、龍和道といった道が敷かれ、香港特別行政区政府総部と立法会総合大楼が天馬公園に面している。香港行政長官の曽影県が2006会計年度の施政方針演説で、香港特別行政区政府総部、終身法院大楼、行政長官弁公室を、 天馬の旧海軍本部への移転計画を発表したことにより、天馬開発計画は再始動した。2007年3月26日、香港政府は新しい政府総部の建設に関して4つのデザイン案を発表した。そのうちの一つ、大衆のための天馬と名付けられたものは、地表は常に緑でのコンセプトで、大衆向けの空間構築を示していて、 公共空間が作られると、ワンチャイワンガンユーフォ道につながることになる。このデザイン案は、最終的に政府に受け入れられた。この計画に基づいて2008年2月に建設を開始し、2011年1月25日に、観光式が行われた。政府総部の落成式は、当時の中華人民共和国副首相、李克強の主催により2011年8月18日に、 開かれ移転作業が開始された。一方、公演が一般公開されたのは同年10月10日のことであった。園内には水景物や木製のステージと約240人を収容できる観客席を備えた屋外劇場が設けられており、また10日3院が画廊を兼ねた飲食店アイベーカリーギャラリーカフェを運営している。園内の芝生は ツルメひしばを使用している。シュリアンバツミカリアチャップンシスクスの寄付入り組織化、カジュマル、香港の国家バウヒニアなど400本以上の木々が植栽されている。周囲の建築物立法会、総合大労政府総部の東西の浴東行政長官弁公室のビル、香港特別行政区政府総部の庁舎の東と西の橋はこの公園の南東部と南西部にあたる。 香港特別行政区行政長官のオフィスはこの公園の北西部に立法会総合大楼は北東部に位置する。この公園からはビクトリアハーバーとその向こうのチムシアッツィの空をつく街並みが一望できる。ABCD ガバメント S レスポンス i メディアインク i イリーズオンパブリックスペースアットテイマー。香港政府新聞どころ 2020年11月20日閲覧。ABC 草地か風か伏せくれないか浜長老寮青少月熱点。美南新聞。2016年3月4日閲覧。ABC レイアウトプラン。降落及び文化事務所。2020年11月22日閲覧。バイブラントエコノミー。香港政府新聞どころ。 2020年11月21日閲覧。AB、天馬館4設計爆交換保がかり、卒通風緑化風水源措置名建築士の、そう。香港経済日報。2013年12月時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年3月29日閲覧。CE、S スピーチアットセレモニーツーコメマイド。 Completion of New Government Headquarters a t テーマー。香港政府新聞どころ。2013年11月23日閲覧。天馬4法案多彩針設計台。値玉木補選や否定出資料不足。名法。2007年5月時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月閲覧。トッピング。アウトセレモニー法。 テイマーデベロップメントプロジェクト。香港政府新聞どころ。2013年11月23日閲覧。新政府総部刑幕特区日、モンツネ会議日本。文会法。2013年11月23日閲覧。AB、テイマーパークプロバイズグリーン、オープンスペースインバスリングシティセンター。香港政府新聞どころ。 2013年11月23日閲覧。カフェ、X ギャラリー天馬公園解散。東方日報。2020年11月20日閲覧。天馬公園植樹録手術未戦や、受挙不都市作樹病不良。名報。2013年12月時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月23日閲覧。ブレットスタジオ。ありがとうございます。